11月19日、愛南町久吉で天狗花健康ウォークが行われました。歩くのはもちろんですけど、久吉地区 の、 景色とかもぜひ楽しんでいただいたらいいかと思います。天狗花健康ウォークは久吉地区の恒例イベントで、毎年地域の人に親しまれてきたイベントですが、今回は4年ぶりの開催となりました。この日集まった参加者はスタッフを合わせて地区内外からおよそ190人が参加し、それぞれ自分に合ったコースに挑戦しました。また宇和島海上保安部の協力で天狗花灯台の内部が公開され、天狗花コースで参加した人たちは灯台の中の見学と灯台からの絶景も楽しんでいました。健康ウォークを楽しんだ後は、久吉のブリやタイなど豪華景品が当たるお楽しみ抽選会も行われ、久しぶりに行われたイベントで盛り上がりを見せていました。天気花遠くて景色も見ながら歩くことができたし、展望台を登って海などを見ることができたので良かったです。はい、みんなで楽しく遠くまで上がることができて楽しかったし、展望台から15キロも離れたところまで光が届くというところがすごくびっくりしました。4年ぶりの開催ですごく緊張していたし、行けるかなと思っていたけど歩けてよかったです。それに展望台の上に乗ってすごいいい景色を見ることができました。初めて天狗花に登ったけど疲れたけどいい景色が見られたなと思いました。4年ぶりにしたら十分かな。それに続いとるいうことやけどね、この行事は。